はい、じゅんじーです。では今回はですね、ゆっくりこあまさんという方が初めて制作に取り掛かられたようで、その初制作作品、制作のアイワナですねが、公開されましたので、早速やっていきたいと思います。タイトルはアイワナビーザアイワナ制作初心者。もう分かりやすいタイトルですね。はい。で、あの小浜さんといえば、あのゆっくり実況者の方で、あの生放送とかいろいろやられてるんですけども、私のその制作しました、ゴーザジュンジーワールドとか、ゆゆことかね、プレイしてくださったりとか、あとあの最近あのリオタさんとねコラボで制作しました、アイワナも実況そうですね、あのゆっくり実況してくださって、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。そんな小浜さん、あの YouTube アイコンでは、多分ねそのとろーっとした感じの、コチヤサナエさんが印象的なねアイコン使われておりますけども、では早速やっていく前に、まずリドミを読みましょう。ダウンロードしていただきありがとうございます。このアイワナは初心者そして初級者向けの難易度にしてみました。ボスは、ボス1体を倒して背景にエンドの文字が出るとクリアとなります。エンド画面が出た後、もう少し難易度が欲しい方用に、追加マップがあります。難易度は中級者であればクリアできる難易度にしました。ボス2体目を倒して背景に、クリアおめでとうの文字が出るとエクストラクリアとなります。あとクリア画面に隠しキャラを用意しました。よかったら探してあげてください。見つけてもおまけアイテムは出ません。やり込み要素ですという感じですね。よーし、では早速小浜さんの初制作アイワナワールドに入っていきましょうか。おー、背景がこのねあのピンクっぽいっていうのはなんかこう小浜さんのイメージカラーのような気がしますね。ではミディアムでいきましょうね。あ、ほい、あ、曲、あ、おお、まあ、この辺も要チェック。よし、まあ、東方の曲とか、アイワナ制作初心者だからミスがあるかも。簡単だけど気をつけてね。うん、なるほど。まあ、飛ぶでしょう。飛ばないの？残念のような感じ。こっち右はいけないよね。じゃあ入ります。ほい。ん？これは針を2本置いてみました。簡単だから大丈夫ですね。お、いろいろこう制作のこう、まあいろいろ制作のね、こう試しをやっているのかもしれませんね。お試しというか、いろんなことをこう挑戦しているというか、あの私も最初の作品、キルザジュンジーでは、ここからが本番です。多分、セーブガードがない安心設計です。本当？あ、本当だ、ない。安心設計、ほい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 。あの私もあのキルザジュンジーで、最初本当初制作だったんで、いろいろとね最初の方のマップは罠置いてみたりとか、そういう自分の、まあそうだね、どんなことができるのかっていうのにこう挑戦していった、まあ確かめる意味でも、作ったようなあのマップもありましたからね。よし、じゃあ行きましょう。上はなんか気になるね。あ、あ、え、これってさ、ここは、あ、いけない。こっちって、これって別に、あ、どくそ、やってくれるぜ小浜さん。ってことは上、あ、もうダメなんだ。むっちゃ震えてんな、ブルブルリンゴ。ってことはこっちが正規か。なんか抜けそうだけど、小浜さん抜けそう。あ、抜けない、優しい。仕掛けはすぐ分かりましたか？次がボス戦です、頑張って。お、ボス戦か。おお、これはん、あ、春の妖精、リリーホワイトか。リリーホワイトですね。春ですよ、春ですよ。あ、体力バーも、あ、すごいな、しっかりと作られてますね、初制作。私もあの最初体力バー作るとき、参考にさせていただいたサイトはあったんですけども、結構苦労しましたからね。さて行きましょう、2戦目。春です、春です。ちょ近寄りすぎ、近寄りすぎ。あ、でも時期狙いか。あー、なるほど。であればそうだね、
タイミングタイミング、これもしかして弾幕早くなってってるから、そのあたりもちょっとチェックしよう。ちょこっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。おい、うわ、くそー、この回が激破壊になるぞ。あ、これ入るたびにリリー・ホワイトのあのこう、なんていうの、初期移動位置っていうのはランダムになってますね。うん、なるほど、まあ、そういうあたりもね、こう感じながら、私もあの、まあ、みんな誰しもがその初制作を経て、来てるわけですから、あの制作される方たちはね、その私の初制作だった頃の記憶もこうシンクロさせながら、見ていきたいかなと思います。おお、ボイスボイス変わったぞ。あれですあれです、待って待って、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。やばいやばい、結構早い位置で動いたな。よし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 、いい判断。結構そこでバウンドしちゃう。待って待って待って、結構近くまで来る、これ危ね。あ、倒せるなこれ。さて、あ、でもそこでバウンドすんなよ、当たれ。来年も来ますよ。よしよし、来年も来る。オッケー。あ、それで罠があるんだ、危ねえなこれ。あれあれ、ああ、よしよしよし、危ない。ほい、エンド。おお、ちょっと待って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 、行っちゃった。クリアーだけど、追加マップは下かな、上かい。あ、よかった、こっからだ。よしよし、多分これ上がってくでしょう。あ、すごいな、時間差で上がるようにしていらっしゃるのね。で、あ、乗れると思ったけど違うのね。よしよし、行くよ。上まで、多分上まで、上まで、よし、行ける。あ、来た。ここからはエクストラステージです。上まで行ったらボスが待ってますよ。あ、今日。ああ、よかった、飛んでくれる。ならば OK。あ、セーブガード出てきた。出てきましたね、セーブガード。よっ。よっ、ナイスブロック。ほい、よし。で、こういく。いやー。あぶねー。見切ったり。ほい。で、よし。くそ。そいそいそいと。これ、上越してくか。なんか怖いね。え、じゃあ真ん中？真ん中なのかい、小浜さん。あ、ここはこうか。この辺。え、あ、わかった。わかっちゃったよーん。多分ここでしょ。あ、やっぱりそうだ。やっぱりね。ぬるいわ。よし、さて、これは、違うんかーい。こう切って、まあ一回分かっちゃえばね。で、よし来た。看板、私は、はぐれ看板、10歳です。うん。みんな縦一列に並んでるのに、私だけ、右側に、ぼっちな看板なんです。あ、ほんとだ。看板。もし、ぼっち仲間に会ったらよろしく言ってね。それじゃあここから難しいけど最後まで頑張ってください。ぼっち仲間とかいるかね。ここなんかね、こう なんかここ引っかかるんですよね。これはあえてなのか、なんかここが、まあいっか、まあ、全部飛ぶ、いいでしょう、かかってきなさい。全部飛んでくんじゃない、もしかして。あ、そうでもないか、これ。あ、しまった、行き過ぎた。もう本当にキッド君は先を急ぎすぎでしょ。もっとゆっくり行こう、ゆっくり。おお、おお、ってことは、ってことは、あれ、あ、どっちでもいいのか。なるほど、これ多分いけると思うんだよね。よし、でタンタン、うわー、上だ、そい、タンタン。そしてここは上、あ、甘いわ。待って待って、こっ、はっ、やったー。ってことは、おい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 、おー、たまにはね、読み勝ちしたいところ、タス乗りすれば早いです。ほんとだ、むっちゃ早い。タス乗り、タス乗り、あー、多分ボスでしょうね。どうしよう、どっちも行きましょうかね。
あとは繰り返すのみだよ。ほ、来た。待て待て、なんでだよ。ほ、あとはま、いつか行けるでしょう。ほ、あれ、そこ、来た来た。え、え、何今の。当たり判定はなかったですね、今。もう一回行ってみましょうか。そ、あー、ダメだ。そこ、あー、いや、もう一段、もう一段乗ればいけるかも。ここからはもう絶対いけないから、もう一段達すればいけると思う。ほっ、来た。あ、おお、来れたな。よし、ちょっと一回戻ります。ほい、うーん、なるほど、いけますね。その途中のリンゴウィンウィンウィンと音が鳴り続けるのは、そのびっくりトラップなんでしょうか、果たして。お、ここやりやすいね。あ、え、何に当たった今。あ、ちょっとこれ出てんのか。あ、なるほどね。そうですね、ちょっとだけ上に上がってますね、これ針が。あ、だんだん、あ、なるほど、数ドットずつ上に上がってってんだ、これ。なるほどね。あ、だんだん難しくなってくパティーンか。 OK。 ほ、うーん、ちょいむずいね。よし、きた。次、ここ。よし、きた。次、あー、あー、ほ、よし、きた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 。これは、おお、ダブルイーブイか。この針何？ん？よしよしよし、行きましょう。ほ、銃が当たるぐらいだから、これぐらい。きた。同じ同じ。あ、こっちが。もうちょいもうちょい。これぐらいかな。お、きた。よし。よし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 。次は、おお、これか。一回で、もうセンターより遠く、奥側にね、行く方がいいと思うんだけどね。どうかしら。ほ、そう、そういうことだ。え、取れろ。あ、よしよしよし。なら、なら OK。ほ、ま、いつか行けるでしょう。あ、まあ、でも、取っていけるね、これ。まあ、でもそういうのはせずに、もう、素直に。あ、もうちょっと助走したい。よっ。来た、よし、OK。よしよし、看板ゆっくりしていってね。オーケー、さあ来た。このボスは、これは誰だろう。ゆっくりしていきますよ。これまたさ、下落ちない。このボス誰だろう。んー、小石ちゃんかな。あ、笑ってる笑ってる。多分そうだと思うんですよね。よしよしよし、もし、体力結構多いかな。あ、でも基本構造一緒か。基本構造つっちゃいけないけど、最初のね、リリーさんと一緒。ただちょっと弾の数が多いかなってぐらいで、まあ、やりやすいですね。あ、で、私的にね、ちょっとね、いいなと思うの、あ、びっくりした、もう怖い怖い。あ、なるほど、携帯変えるのね。いいなと思うのは、その体力バーがの縁がね、白い線が入ってるのが個人的にいいな、好みだなと思います。よしよし、笑ってる笑ってる。このボイスもランダムなのかな。そんな感じしますね。よし、半分ってどれぐらいかな。次、あ、ここで来るか。さて、これが撃破壊です。いくよ、宣言しました。ちょ近い近い近い。あっ、ねえな、もう。速い球が飛んでくる位置を、体力バーの位置をしっかりと見極める、それ大事で。飛んでくる速い球はおそらく実機狙い。次の次かな、次だっけ、ここ。あ、ここだ。あのね、結構速いタイミングね。だから今みたいに戦っていくのがベストかな。それか打ってジャンプするか。だからこういうか、しまった、こういう感じができなかった。ちょっと難しいな。どうしようかな。こ、あ、ぶね。あ、でもこれぐらい離れてれば割と避けられるな。うん、だから、ちょっと位置悪いね。慎重にね。打ったらすぐジャンプよ。打ってとどまったらすぐ。ちょっと待って、怖い。あぶね、今当たんなくてよかったな。当たったら多分やられてるな、こっちが。よし、 OK。 割といけんな。打って、位置悪いな、これ。また下に落ちてくるでしょ。オッケー、
もっと遊ぼうよ、カモン。いいでしょう。あと2発か。よしよしよし。あと1発ゴリ押しする？いや、ここは慎重に行こう。多分弾打って消えるから。あ、よかったよかった。さて、その手にはかかんないからね、小浜さん。いや、針折ってくるとかないよね。いや、可能性めっちゃあるな。怖い。あー、もう怖い。大丈夫？よし、OK。ほい。おー、クリアおめでとう。で、このクリア画面に隠しキャラを用意しましたとありますから、どっ、あーん、あ、わかった、わかったわかった、これはわかったぞ。上だ、上。隠しキャラをね、用意したされましたとか、しましたと書いてあったんで、多分どっかにいるんでしょう。よっ、よしよし。これで外れたりしね。ん、え、まだ上あんの？え、どこだろう、どこだろう。あー、まあいいか、とりあえず飛ぶか。いや、え、違うかな。あー、そうなってんのか。なるほど。 OKOKOK、 OK よ。お、怖い怖い怖い。まだいける、まだいけるね。よし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 。さて、その隠しキャラとは言った、よくぞこの私を見つけたな。私が真のラスボスだ。ごめんなさい、嘘です。攻撃してこないでください。HP が5しかないんです。何も出ませんから。クリアおめでとうございます。あ、じゃあこれで終わりかな、完全クリアかなということでしょう。ちょっと打ってみます。あ、うっ、バックッソ、クッソ、打った私のバカ野郎ですね、本当に。あー、ちょっと警戒してるとよかったな。よーし、行くぞ行くぞ行くぞ。5しかないね。で、打ったら下に行く。だからどうやってやるかっていうと、こう、これで、おっかな、この辺だね。これでひたすら5だから、あ、だ、届かないのか、ここだと。キッドくん、なんでバスターが消えんだよ。よしよしよし、おっかない。なんかもうちょっと位置固定したいな。なんとなくで避けてるから。5でしょ、体力。よしよし、 OKOKOK。 あの辺りか。いくよ、まだまだまだ。今3発目だよね。よし、もうちょいもうちょい。 OK、 あと1発、ラストでしょ次。まあ、あの看板が偽りなければの話ですけどね。信じるよ、看板。あ、倒した。これで終わりか。あ、左上リンゴ残ってますね。これで、これでまあ完全クリアということでしょうか。そうですね、看板ちゃんも倒したし。よっしゃー、全クリ、完クリです。はい、ではゆっくり小浜さんの制作された初制作アイワナ、アイワナビーザ、アイワナ制作初心者、これにて終了したいと思います。まあ、完全クリアですね。このやり込み要素というか隠し要素を含めてすごい楽しかったです。また難易度も初心者から初級者と書かれている通り、非常にやりやすいアイワナでしたので、もうこれぜひぜひね、アイワナまだやったことない、見てる、まあ視聴者の方でね、まだやったことないぞって方は、本当やりやすいアイワナですから、これを機にまたアイワナの世界にっていうのもありだと思いますからね、ぜひぜひやってみてください。ただ、そういう方ではちょっとそのエクストラステージはちょい難しく感じるかもしれませんけども、まあ、やりごたえありますしね、うん、この可愛いお二人に会いに、この画面まで目標にね、プレイしてみてください。小浜さんの初制作アイワナ、私自身もすごく楽しめました。そしてまた次作、次の作品も楽しみにしておりますので、またね、こう作られた時にはご連絡いただけると嬉しいですね。めちゃめちゃ難しくない限りはプレイさせていただきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。
よし、ではこれにて終了したいと思います。楽しい作品、小浜さん、本当にありがとうございました。はい、ではまた次回作品のアイワナでお会いしましょう。順次でした。では、またねー。